アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちはポロです今日はですねポッドキャストとラジオは違うという話をしていきますまあこの二つですね今回は言葉の定義の違いの話ではなくてまあ考え方の違いですねについて話していこうかなと思います まあ言葉の定義ですね。何をラジオと呼んで何をポッドキャストと呼ぶのかっていうのは、まあ、ネットとか検索すると出てくると思いますし、まあ、その言葉の違い自体はね、本質ではないと思うんで、まあ、考え方ですね。どういうふうに考えていけばいいのかってことをぜひまあ考えてもらえればと思います。だから、タイトルもですね、ポッドキャストとラジオの違いではなくて、ポッドキャストとラジオは違うっていうね、まあ、そういうタイトルにしてるわけですね。 要するに、ラジオ的な考えでやってしまうと、ポッドキャストはうまくいきませんよってことです。で、ここで僕が言ってるポッドキャストっていうのは、まあ、マーケティング目的で発信しているものをポッドキャストと呼んでるので、実際にはですね、そのポッドキャストの中にも、まあ、ラジオ的な番組もいっぱいあるわけですね。特に芸能人がやっているようなチャンネルっていうのは、もうほぼラジオと同じような感じなので、この場合のラジオっていうのは、その仕組みの問題じゃないんですよ。ラジオ局で放送しているとか、そういう意味ではなくて、 いわゆるそのマーケティング用になってないようなポッドキャスト、まあ、それをラジオっていうふうに呼んでるわけですけど、まあ、そういったものも、ね、実際、ポッドキャスト上にいっぱいあるんですけど、今回この文脈でお伝えするポッドキャストっていうのは、まあ、マーケティングですね。まあ、僕たちのビジネスでこう情報発信をしているので、まあ、そういう集客につながるようなものだったりとかね、まあ、売上につながるようなものを、まあ、ポッドキャストというふうに定義しています。 以前ですね、このポッドキャストとラジオの違いみたいなところで、まあ、簡単に触れたエピソードがあって、それがですね、ポッドキャストオーディットっていうね、まあ、そのゲストの方に来ていただいて、まあ、その方のですね、ポッドキャストを僕がいろいろこう、まあ、公開コンサルみたいな形で話すようなね、エピソードがあったんですけど、まあ、知りたい人はポッドキャストオーディットでね、検索しもたら、ポッドキャスト、まあ、英語ですけど、ね、ポッドキャストをアルファベットに入れて、オーディットは AUDIT ですね、オーディットって入れたら多分ヒットすると思うんですけど、 そのエピソードの中でも軽く話をしてるんですね。その、このエピソードはね、ラジオみたいになってますねっていうふうに、まあ、お伝えしたんですけど、ラジオってどういうふどういうものかっていうと、不特定多数に向けて発信したものを僕はラジオだと定義してるんですね。ラジオって基本的にたくさんの人に聞いてもらわないといけないわけですよ。まあ、ラジオ局とかもね、広告収入で稼いでるわけなんで、できる限りたくさんの人に聞いてもらわないといけない。 つまり一人に向けた発信というよりは、不特定多数に向けた発信にしていないと、全然その視聴者とかね、集まらないわけですね。だからそういう大勢に向けて発信をするわけですけど、でもそれだと逆にマーケティング的にはうまくいかない。誰にも刺さらないっていうふうになってしまうわけですね。だからそういう自分のターゲットっていうものを明確にして、ターゲット以外の人には全然刺さらなくても、むしろ OK みたいなね。ターゲットの人さえこう集まってきてね。 まあ興味を持って聞いてくれれば、それでマーケティングは成功なので、とにかくアクセスを増やすとか、そういう再生回数を増やすみたいな考え方でやってしまうと、逆に集客がうまくいかなかったりとか、例えばそのアクセスを増やしたいんだったら、今話題のねニュースとかを取り扱って、そのテーマについて話せば、そのニュースに興味のある人が集まってくるんで、アクセスは増やせると思います。でもそれってじゃあ、自分のお客さんかっていうと、そうじゃないですね。だから、その自分の まあ発信とか、自分の商品に興味のある人を集めないと、ビジネスにならないので、そういったものは、ポッドキャストとは呼べないわけですね。単なるラジオみたいな。要するに、自分のターゲットじゃない人が聞きに来るような構成にしては、まずいってことです。だから、そういう何について話すのかっていうのもね、できる限りピンポイントにしていった方が、相手により刺さる発信になるわけですよ。漠然としたものっていうのは、誰にも響かないので、より具体的に、 していくことによって、あ、これ自分のことだっていうふうになるから刺さるわけですね。っていうところまではなんとなくわかると思うんですよ。で今回もうちょっとですね、まあ、深掘りしていって、そのラジオっていうものですね。この、ポッドキャストにするにはどうすればいいのかってことですけど、この喋り方ですよ。喋り方の部分。これっていうのは、1対1で会話しているような形にしないといけないとございます。わかります ?1 対1に。 こうで会話しているような形にしないと、ポッドキャストにならないってことです。ラジオっていうのは、不特定多数に向けて発信するものだって言いましたね。たくさんの人に聞いてもらうために。だから、演説とかスピーチみたいな感じになっててもいいわけですよ。だけど、ポッドキャストっていうのは、あなたに向けて、実際はたくさんの人が聞いてるわけですけど、聞いてる側は自分に向けて喋られてるような、そういう感覚を持って、ね、あの聞いてるので、一対一の対話にしないといけない。だから、こういう話し方も、話し言葉ですよね。 友達と話すみたいな、知り合いと話すみたいな話し方にしないと、自分に語りかけられているような感じがしないんですよね。あとはこういう話してる中、ソロエピソードであったとしても、相手に質問を、ね、投げてみるとか、るっていうことがありますけど、これどう思いますかちょっと考えてみてくださいみたいな感じになると、まあ対話みたいな感じになるわけですね。だからそういう構成にしていかないといけない。 YouTube とかでよくあるじゃないですか。特にそのビジネス系の動画とか見ると、もバリバリに編集して、はい、どうもみたいな感じでね、しゃべるやつって。あれをポッドキャストでやるとどうなるかってことですよ。ちょっとやってみましょうか、じゃあ。はい、どうも今日は、ポッドキャストのとラジオの違いについてお伝えします。ポッドキャストとラジオの違いとは、こうこうこうです。こんな風にね、話しかけられたら、 自分に向けて話しかけられてる感じがしないですよね。なんか自分の頭上をこうね、なんだろうな、言葉が通り抜けていってるみたいな。要するに自分と、まあ、友達でもいいですよ。友達が目の前にいるってね、想定してください。普通に会話すると、まあ、相手の目を見て、普通にね、まあ、これぐらいのトーンで喋ると思うんですよ。これぐらいの声だったりとかね。だけど今の、ハイドうマーみたいなのは、なんか向こうにいる人に向けてね、喋ってるような感覚があるわけですよ。その友達の後ろにいる人にね、え、俺に向けて喋ってるんじゃないのみたいな。 感じになるわけですねだから全然刺さらないわけですよ。YouTube はまだね、そういうのをやってもそこまで違和感ないかもしれないですけど、今僕がね、実演したみたいに、ポッドキャストでね、そんな感じで喋ってたら、もう全然こう入ってこないわけですよ、ね、話が。だから僕はこう、僕が最初からね、この入りとか、イントロからずっとこう喋ってきてる感じって、まあ、あなたに向けて話しかけてるような感じがするじゃないですか。だけどさっきの「はいどうも」みたいなところっていうのは、なんか、ちょっとそんな感覚はなかったですね。 だからそういう感覚にしていくとまずいってことです。ポッドキャスト、まあ自分もリスナーの一人でもありますけど、やっぱ聞いてるときっていうのはもう1対1になってるわけだから、基本的には。だからそういうような作りにしていかないとない、ね。だから何を発信するのかっていうのもそうだし、話し方の部分もそうです。だから両方、こうラジオになっちゃうと、まあ、誰にも刺さらないわけですよ。トピックもありきたりで一般的で漠然としていて、話し方もはいどうもみたいな感じで喋るやつとかね。 あるいはもう演説スピーチみたいな、こう、総理大臣のね、なんかあの台本読んで、ただ棒読みで喋ってるだけみたいな。友達の前で棒読みで喋らないですよね。だからそれと一緒ですよ。感情が全く入ってない。普通に喋っていたら、そのまあ、話の内容によってね、こう、抑揚が出てきたりとか、特に伝えたい思いとかっていうのはね、語気が強くなったりとかって、まああると思うんですけど、まあそういったものが一切感じられないってなるとね、まあ話が入ってくるのは、要するに刺さらないってことです。 だからこれまあ今音声なんて見えないと思いますけど、僕は喋るとき結構このボディーランゲージも結構出てるんですね。まあ、喋るときって自然とこう体も動くじゃないですか。しかもこうなんか伝えたいことがあるときとかって。だからこういうボディーランゲージも含めてね、声を出しているみたいな。やっぱそういう方が伝わるんですね。こう棒立ちでただね、ぼーっと喋っているよりも、こう手とかがね、動いている方がよりこの声にもね、まあ迫力が出るというか、こう声に圧が出るというかね。 そのエネルギーみたいなものが伝わってくると思うので、ただこうね、ぼーっと突っ立ってね、棒立ちでしゃべるのではなくて、そういうま体全体を使って、仮に音声であったとしても、体全体を使って話すっていうのは大事だと思います。なので、自分の発信がね、全然刺さってないっていうのは、おそらく、まあそういったラジオみたいな形になってるわけですね。あなたに向けて発信してるんじゃなくて、たくさんの人、その辺にいるもう誰でもいいから聞いてくださいみたいな。 感じの発信になってるからそういうことになるわけですね。だから遠くの向け人に向けて、自分が演説しててね、通行人がいて聞いて欲しかった大声、さっきみたいに張り上げるじゃないですか。でもすぐそこ目の前にいる人に向けて話し,かけた話しかけたかったら、ちょっとあんたみたいな感じになるじゃないですか。だからその話し方の部分もそうだしね、語りかけてんのか、こう、なん,でなんとかですよねとか、ねとかってつけるのもね、これもまあ会話ですよね。だそういう風になってるわけですよ。 だから、ポッドキャストを発信するときっていうのは、仮にビジネス系の、ね、チャンネルとかであったとしても、今言ったみたいな形にしていかないと、まあ、なかなかマーケティングにならないわけです。だから、そういう、まあ、日々の、ね、トピックももちろんそうだけども、どういうような形で、そのエピソードをね、作っていくのかっていうのを考えていかないと。ただ、発信しているだけではね、なかなか集客にならないし、相手に刺さらない。やっぱ刺さらないとファンになってくれないしね、ファンにならないってことは他の人でもいいやってなっちゃうから。 それだとやっぱ集客はうまくいかないんで、できる限り相手の心に刺さるような、ね、発信にする。そのためには、ラジオじゃなくて、ポッドキャストにしていかないといけないということです。